俺たちのペアが優勝だぜ。兄ちゃんたち、すまんね。この子のうち、どこか知っとるんで。私、お家に帰りたい。迷子かわいい。お持ち帰り。待て待て待て、レナ、落ち着け。植木屋さん、その女の子はどうしたのかな。かな、迷子なんよ。こっちもこの子をどこ連れて行けばいいか困っとる。で、もしよかったらあの鏡うちらに譲ってくれんかね。鏡って、さっき兄ちゃんたちも教室で話してる。ちょっと聞こえたもんでよ。どうね、願いが叶う魔法の鏡の意味で私お家に帰れるの。お願い。それはそうだけど、でもレナもお願い事があるから。私がお家に帰れなくてもいいの。迷子を放っておくなんてひどいよ。放ってなんか置かないよ。あ、それならレナがお持ち帰りして。だからやめろって。ここは恨みっこなしの部活ルールで決めようぜ。レナが勝ったらお持ち帰り。そうか、ならここは絶対負けられんね。レナがきっと勝ってお持ち帰り。落ち着け、レナ。
これは俺たちを危険させるためのトラップだ。っていうか見え見えじゃねえか。見破られては仕方がありませんわ。それじゃ先生堂々と行きますわよ。とても大切なことを発見したと。大切なことって？実はね、あれを使って願いを叶えようとすると3日前に喉をかきむしって死んでしまうそうなのよ。嘘だよそんなの。ケイチ君、騙されちゃダメだよ。嘘じゃないわよ、オカルトよ。だからその鏡は私たちが預かっておいてあげるわ。絶対にダメだよ。レナにはどうしても叶えたい願いがあるんだから、鏡は渡さない。そう、そこまで拒むのなら仕方ないわね。ジローさん、私を愛しているのならこの人たちを徹底的に痛めつけてくれるわよね。もちろん赤野さんのためだ。君たち覚悟してくれよ。レナがきっと買ってお持ち帰り。
はずですよ。ちょっと痛かった。なんだよ、ドリキュラルで。砕けよ。キュッキュッ。ひどいよ。消えた魔法の鏡のこと知ってるんじゃないんですか。我々は消えた鏡の行方を追っているのです。ボイスさんたちは鏡を手に入れたらどうするのかな。もちろん鏡さえ使えば沖宮銀座の夜は私のもの。綺麗なお姉ちゃんに囲まれてズハウハギハギハなあのちょっと大石さん。今のはちょっとした妄想ですよ。ちょっとね、大石さん悪いけどあの鏡は絶対に渡せない。そんなくだらない夢よりもレナにはどうしても叶えたい願いがあるんだから。元気のいいお嬢さん、それじゃ力ずくでいただくしかないようですな。レ
そいつは通らないな。なに？このマークだった。へえ、化粧です。ご心配。それは通りません。出しません。上等だよ。姑息な嘘をつかないで最初
から正々堂々かかってきやがれ。
平気でしょうといい。やーい。なあ、レナ、その鏡でどんな願いを叶えるつもりなんだ？それはまだ内緒。でもレナだけ願いを叶えたら悪いかな、かな。そんなことねえよ。せっかく頑張ったんだからレナが願い事を言えよ。でも平一くんだって頑張ったんだし。これはレナのために頑張っただけで。ああ、俺その願い事を聞いちゃっててもいいのかな。え、うん、どっちでも。わかった。それじゃあ、リュウグウレナ、これから願い事をします。